雑学クイズ。イエーイ。というわけで今日はいろんな雑学をクイズ形式で出題してみようと思っているよ。博士はクイズ動画が大好きです。いえいえ、それほどでも。おすすめのチャンネルは？カプリティオチャンネル。私たちもクイズを出してみたいぜ。今日は答えを考えながら見てみてね。早速第1問。北極圏にはカブハンス島と呼ばれる無人島が存在します。この島は自国の領土であるとカナダとデンマークがお互いに主張し、長らく領土紛争が続いていました。これは1973年から約50年間続き、終結したのは2022年のこと。これだけ長い紛争であったのにもかかわらず、一滴の血も流れることはありませんでした。この争いにはカナダで有名なとあるものが使われたことで、そのものの名前で呼ばれることになるのですが、それは一体何でしょう。一つ質問いいですか。どうぞ。領有権を争ったのはカナダとデンマークって言いましたよね。地図を見て考えるとカナダとグリーンランドで揉めることになるんじゃないですか。ああ、グリーンランドは国じゃないからね。世界最大の島であるグリーンランドはデンマークの一部なんだよ。独自の自治政府が置かれている自治領という扱いだけどね。そうだったのか。首都もデンマークとは別にあって、ヌークという町がそれにあたるね。それではデンマークの首都はどこでしょう。コペンハーゲン。お、やるね。下手クイズの最中にクイズ出さないでくださいよ。では答えを発表しようかな。まだ考えたい人は一時停止してね。この領土紛争は俗にウイスキー戦争と呼ばれる。ハンス島がどちらの国のものかまだはっきりと決まっていない時期に、島に上陸したカナダ軍はカナダ国旗を掲げるとともにカナディアンウイスキーを置くという挑発を行ったことが発端だ。それを見たデンマーク政府はヘリコプターでハンス島に乗り込み、カナダ国旗を撤去しデンマーク国旗を設置、さらにデンマークの島へようこそというメッセージとシナップスのボトルを残した。これ以来両国の軍人や政治家が入れ替わり立ち替わり島へやってきては、自国の国旗を立てたり酒瓶を置いたり相手の瓶を片付けたりを繰り返した。島といっても岩の塊でしかないハンス島を手に入れるメリットはそこまで大きくはなく、両国とも半分はギャグでやっていた節もあったが、2000年代に突入すると状況は変わった。地球温暖化により北極圏の氷が溶け始めたことでハンス島の近海が航路の要所となる可能性が出てきたり、海底の地下資源を採掘できる可能性が考えられるようになったんだ。そのような背景もあり、デンマーク政府がハンス島へ哨戒艦を派遣するなど緊張が高まった時期もあったが、最終的には平和的な解決へと進み、2022年6月11日に島を半分こすることで無事決着した。ちなみに紛争中から現在に至るまでカナダとデンマークの関係は良好で、ウイスキー戦争は、最も友好的な戦争、なんて呼ばれることもあるみたいだよ。つい最近そんなことがあったなんて知らなかったな。でも平和に解決できて何よりですね。それでは第2問。1978年に稼働を開始し、日本中で大ブームを起こしたインベーダーゲーム。上から徐々に迫ってくるエイリアンをビームで倒していくというゲームだよね。このゲームは開発者の意図していなかったとある偶然のおかげで、よりゲームが面白くなるという出来事が起きていた。その出来事とは何でしょう。インベーダーゲームか。実際にアーケードのやつをやったことはないんですけど、当てられるんですかこれ。まあ動画とかでゲーム画面を見たことがあれば当てられるかな。というか私もアーケード版なんて実際には見たこともないよ。考えてる間にちょっと雑談を。実はインベーダーゲームという呼び名は間違っていてね。さっき博士もインベーダーゲームって言ったじゃないですか。そりゃ若い君にも伝わりやすいようにという私なりの優しさだというのに、全く。株式会社タイトーが初めて発売したゲームはスペースインベーダーといってね、当時では信じられないほどの大人気になったんだ。そうなると当然無許可の模倣品や海賊版なんてのが出回るのが世の常。そういった製品やスペースインベーダーの正当な後継機などもまとめて呼ぶときにインベーダーゲームという名前を使っていたんだよ。商品名は商標登録なんかもされてるだろうから、模倣品をスペースインベーダーって呼ぶわけにはいかなかったってことなんですね。こういう例は結構あるんだよね。身近なところで言うと QR コードってあるよね。あれは30年くらい前に、日本の自動車部品メーカーのデンソーという会社が社内のみの利用を考えて開発したものでね。なんで部品メーカーが QR コードを？その当時社内で管理する多種多様な部品にバーコードをつけて管理していたようなんだけど、あまりにも部品の数が多かったため、バーコード一つでは必要な情報を組み込めず、10個のバーコードが付けられていたそうなんだ。一つの部品につき10個？そうそう。マジかよ。その読み取り作業がしんどすぎた社員からの要望を受けて開発したのが QR コードだったというわけだ。普通のバーコードが縦方向にしか情報が書き込まれていないのに対して、QR コードは横方向にも対応しているからね。その分多くのデータを扱うことができるようになったんだ。その汎用性の高さから社内にはとどまらず、今では世界中に普及しているのは言わずもがなだね。日本の技術が世界中に。すごいですね。特許を持つデンソーは QR コードの普及を優先してその技術をオープンにしている。しかし特許は特許だ。デンソーの規格に準拠したもの以外を QR コードと呼ぶことは許されず、
それ以外のものは広く二次元コードと呼ぶのが正しい。確かに言われてみればお店のレジとかにあるのって QR コードじゃなくて二次元コードって書いてあったかも。というか何の話だっけ？インベーダーゲームとスペースインベーダーは違うんだよって話。あ、そうそう。でクイズはどうなったんですか？それじゃあそろそろ答えの発表です。ゲームはより面白くなった。開発者の意図していなかった出来事とは、ゲームの処理落ちが原因で敵の移動速度が変化してしまったが、それがいいアクセントになっていた。でした。どういうこと？スペースインベーダーはゲームが進むにつれて徐々に敵の動きが速くなり難易度が上がっていくというものだったんだが、実はそれは仕様ではなかった。ゲーム開始直後は敵がいっぱいいるせいで処理落ちし、敵の動きはゆっくりになっていた。しかし何体か敵を倒すうちにだんだん処理が追いつくようになり、ゲームは本来の速度を取り戻す。それがクライマックスに向けて加速するという演出に偶然つながり、プレイヤーを楽しませていたということなんだよ。なるほどね。当時のアーケード筐体に内蔵されたコンピューターのメモリはたったの 6KB だったしね。具体的にはわからないけど少ないのだけは伝わりました。スペースインベーダーの筐体は約50万円弱で購入できたのに対し、ブーム時の売り上げは1日につき2万から3万円にも上ったという。そのためゲームセンターのみならず飲食店などからも注文は殺到し、生産が全く追いつかなかったらしい。他にも結構いろんな面白話があって、100円玉の流通量が足りなくなってしまい日銀が急いで増産したとか、ソフトバンクグループの社長として有名な孫正義が、日本でブームが過ぎた頃を見計らって大量のスペースインベーダーを買い上げ、アメリカのレストランなどにリースを行うビジネスを始め、半年で1億円を超える利益を生んだとかなんとか。さすがの手腕ですね。とまあインベーダーゲームにはこんなエピソードがあったのさ。それでは第3問。1998年に打ち上げられた火星探査機マーズクライメートオービターはとある単純な理由で火星への着陸に失敗した。その理由とは何だったでしょう？単純な理由ね。日常でもあり得るようなこと。そういう状況になればあり得るね。ちなみに同じ年に日本の火星探査機も打ち上げられたんだが、2003年7月9日を最後に通信は途絶し、火星への着陸はできなかった。一番直近で言うと2020年に打ち上げられ、翌年火星への着陸に成功した中国初の探査機があったね。もうこれからは宇宙開発も中国の時代なのかもしれませんね。さてさて、それでは火星小話を少々。火星の大気のうち 95% 以上を二酸化炭素が占めているわけだが、冬の数ヶ月の間、極地で何日も太陽光が当たらない日が続くとその二酸化炭素は凍りついてしまい、数メートルにも達するドライアイスの層になることがあるらしい。火星にも季節があるんですね。そしてそのドライアイスに再び太陽光が当たると急速に溶け始め、その勢いは時速 400km の暴風となって火星を吹き抜けるんだそうだ。スケールがでかい。また太陽系最大の山と谷の両方が火星に存在しており、そのオリンポス山は標高2万7000メートル。マリネリス峡谷は深さ7000メートルにもなる。地球より小さいくせになんてやつだ。さてさて、そろそろ答えだ。マーズクライメートオービターが火星に着陸できなかった理由。それは、ヤードポンド法とメートル法で距離を間違えてしまったから。マジ？マジマジ。予定では火星の上空140から150キロメートルの位置で衛星軌道上に乗るはずだったのだが、誤って57キロメートルまで近づいてしまった。そのため火星の大気による抵抗と圧力が予定を大きく上回ってしまい通信機器が故障。そのまま行方がわからなくなってしまった。じゃあそのまま墜落したんですか？墜落したか。もしくはもう一度火星の重力圏を飛び出しそのまま宇宙を漂っているかだね。悲しい。じゃあ次の問題の前に確認なんだけど、フロッピーディスクって知ってるよね？それくらい知ってますよ。本物を見たことはないけど。じゃあ CD は何の略かわかるかい？コンパクトディスクですよね。その二つを英語で書くとこうなる。気になる点はないかな？ディスクの最後が K か C かで違いますね。そうだね。ではそれにはどんな理由があるでしょう。そもそも綴りが違うことが驚きなんですけど、一般的にというか普段使ってるのって C の方のディスクでしたっけ？まあフロッピーなんて使うことはないからおそらくはそうだろうね。そうなってくると DVD とかハードディスクとかはどっちの綴りなんだって疑問も出てくるな。目の付けどころはいいね。 DVD は何の略かわかるかい？デジタルバーサタイルディスク。バーサタイルは多目的や多用途といった意味があるね。大容量ゆえにあらゆる目的に使用されることを念頭に置いた命名というわけだね。 DVD とハードディスクの違いに注目したことは惜しいね。ではこのまま答えを教えちゃおう。音を記録するディスクは1870年代にエジソンや電話の発明者として有名なグラハム・ベルらによって発明された。その時付けられた名は C の方のディスク。レコードなどの製品は初めにヨーロッパで普及し、その後世界へ広まった。それに対してフロッピーディスクは1970年にアメリカ企業の IBM が開発したものだ。つまり商品名として綴りを決めたのは IBM ということになる。その後の製品もそれに倣い、
CD や DVD などの光ディスクは C のディスク、ハードディスクなどの磁気ディスクを K のディスクと書くことになっているんだ。単にイギリス英語とアメリカ英語の違いであると説明されることもあるが、それをさらに突き詰めるとこのような話につながるというわけだね。ちなみにフロッピーという言葉はふなふなの、みたいな意味で、初期のフロッピーが薄い樹脂のケースで包まれた柔らかいものだったことに由来するよ。後に開発されたハードディスクはそれに対応した命名をされたというわけだね。へえ。じゃあフリスビーはどっちですかね。確か英語でフライングディスクでしたよね。円盤型だし、C のディスクでいいんじゃないか。どっちでもいいけどさ。いや待てよ。フリスビーの考案者はアメリカ人。ということは IBM に習って K が正しいという説も。勝手に迷宮入りした。あ。フリスビーといえば有名なうんちくがあるよね。世界で最初にフリスビーを商品として売り出した会社の副社長が亡くなった時、遺言に、死んだらフリスビーになりたいと書かれていたため、彼の奥様夫の遺灰入りのフリスビーを制作し販売したという話があるよ。なんか怖。遺灰はプラスチックに混ぜられ1000枚のフリスビーに生まれ変わり、2枚で100ドルという価格で販売された。たけ。でも即完売だったらしいけどね、あれ。もうこんな時間か。じゃあ今日はそろそろ終わりかな。10分で4問しか出せないとか博士ってば作文の才能ないですよ。これは手厳しい。まあほら、本来の目的は雑学紹介だからさ。いいのいいの。というわけでおしまいだそうです。この雑学知らなかった、なんて感想とかコメントしてくれると嬉しいな。私のツイッターでは毎日面白雑学を投稿しているので、興味があればそちらのフォローもよろしく。それじゃあみんな、またね。